国ですさあ本日は2020年5月1日インスタグラムを開設しちょっとにわかにツイッター上で沸いています「さやしりほちゃん」について、えー、今日は4つのヒストリーで届けていきたいと思っております。ねえほは5月の28日の誕生日に実は「さやしりほ」特集をやろうと思ってたんですけどももう余計なことせずこういうタイミングはもうここで今。 頭のの中ににあるの言っていこうていうこううととなりましたんで皆さんおお付き合いいただければと思っておりますでは4つのセクション、えー、とどんな感じかというとモーニング娘。時代まあオーディション少しのところイントロダクション入ります大きくモーニング娘。時代そして2016年から18年活動いわゆるうどうなってんのっていう時期のことそれと18年の末以降いわゆる 19, 19年かなアップフロンとやめてから ベイビーメタルサポート入りますよね。まひ、あ、なフェスの復活とか、その辺で、現在から先、どんな感じになりそうかというところ、最後のところは憶測です。そんな感じの4本立て、行きたいと思っております。じゃあ、早速いっちゃいましょう。鞘師梨央ちゃん、えー、オーディション、9期モーニング娘。オーディションでしたよね。その頃の映像、一応、間違えたこと言わないように、ある時間で少し見てみたんですけど、 もうのすごい可愛いですね,ねただ可愛いだけじゃなくて何かこの後、うん、化けていく雰囲気もあるし完成品じゃないところの魅力というのにあふれているそんなスタートが鞘師のキャリアスタートだったと思いますまあ、よ俗に言うダンス歌ね、もうダンスに関してはもう余計なこと言わなくて皆さんの知っている通りの鞘師リフォーの原型がしっかりある 歌に関しては、まあ、これはつんくさんとかも言っていた話と被りますけど、まあ、表現というところをどういうふうに覚えていくかこれは経験による表現かもしれないし自分の中に眠っているものを探っていく表現まあさでしょうでそれは歌の世界というのはまた違うベクトルの中にあるような気がしますので、まあ、鞘師理穂を語る時にそこをメインで話す必要はそれほどないのかなと思っておりますじゃあモーニング娘。入ってから続けちゃいましょう。 えーとね、これはもう発表の場所私も見ていましたからハロコンですよねあの冬のねで堂々とコメントとしてリーダーポジションに立てるようになるという、ね、堂々とした意見意見,意見どころじゃないかもう声明だねこういうところね最近の15期の去年のうんなんていうのイベントでも言っていた3人のところにも引き継がれている気がして。 すごいモーニング娘。になる子たちって最初の言葉間違えないですよね。もうてめえが引っ張ってくぞみたいなこと。でこういう言葉が家様になり王みたいになりかつみんなに可愛がられる。これ九期というねポジションが良かったんですよ。なぜかというとまあ三井を八期と入れても八期ですからね八期というふうに言ったとしてもすーげえインターバル長い間。 モーニングは補強しなかかったですからねもうここは待望の後輩というような感じで迎えられたのが9期だったというふうに言って間違いないと思いますじゃあそんな感じでの、えー、のモーーニングとししてのキャリアがスタートしますなんかね僕の中では完全に「さやしセンター」っていうふうになったイメージっていうのはもうこのカラフルキャラクターなんですよね。 うん、これ背景というふうにしたら「恋愛ハンター」以降という EDM 路線ということになるんですけどここは「さやし」の歌唱というところをまあイメージしてっていうふうに言わせてくださいそれで、えー、センターポジションとやっていくんだったら、まあ、世界流行ナンバーワンゴリゴリのダンスナンバーでやるのが勝ちなんですよ。まあ、理由は 今言った言ってんです歌手前出しにするっていうセンターでは成り立たないならばどうしようモーニングの音楽変えちゃおうってなったんですよねこれはすごい発想うん僕も当時あもう全然流行追うところどころじゃなくてサウンド変わっちゃってんじゃんってなりましたもんで恋愛ハンターワン・ツー・スリーねワクテカ ですよもうこの辺だ,だらだら <laughs> 並べ引っ張り出して並べましたけどこの辺ですよね思い出しますでハロー自体の大きな流れというのも変わってきちゃいたんですよそれはまあベリキューというのが大きかったんですけどでもさやしその中でまた違うシチュエーションというところをモーニング娘。に持っていくっていう大きな役割を果たしたのが僕はモーニングで一番の功績だと思います一応これ なんんていうんですか鞘師世代と言ったら変ですけど1998年もうねこれよく松坂世代なんて言いますよね松坂大輔この年に生まれてるんですけどあこの年にですねこの年にデビューしてるんですけどこの年に生まれたまあプロとして生まれたでいいかでこの年に生まれた子たちこれ鞘師市里帆も98年生まれなんですねちょっと世代関係なんとなくイメージしてほしいんでバッと名前だけ紹介しましょう。 関わった人全員いますからね、えー、大塚愛菜勝田里奈鞘師里穂室田瑞希鈴木香音田村めいみ尾形梨紗山岸里子宮本かり上村あかり尾形春奈石岡麗奈藤井理央小田桜,小田桜高瀬くるみ相川真帆もうゾクッとする名前が並びますよね これも間違いなくハローの松坂世代ですよ。まそこで一番最初になんていうんですかね？デビューしたという風うなのが鞘師理帆ですから。ま鞘師理を松坂に例えてもそれほど間違いないと思います。まあ、僕にとっては宮本花林が重要ですけど。まあ間違いないでしょう。ま人によっては一応華麗ないっちゃん、いっちゃん、いっちゃんの人もいるでしょう。今のまあいいや。 ねえまあ、あの人もねまあいいや <laughs> それで続けますね、えー、鞘師里帆じゃあこういう世代の中でどんな感じに捉えられたかというともうライバルとかそういうところじゃないですよねモーニング娘。という中で自分の表現というところ先輩にもねかわがられてるところじゃなかったと思いますもう次期センターの魅力があるなんていうのは十分ナッチとかに言われちゃったりとかもしてたと思いますし 重圧の中で要は活動することになった。そういうモーニングス娘時代でしたよね。まあ、僕印象深いのは鞘師がまあよくシルバーの腕時計という人いますけど。ソロの声の中でか弱くて幹がないんだけど、上に響く声というのが聞けるのが。まあ、あそこであったような気もしますよね。でも。本人が。 そこをやりたかったかどうかというのはまあ、まあまり分かりません。なので僕はどちらかというとダンスですごくかっこよかった曲しかもオーマイ・ウィッシュじゃないのよ。<laughs> 僕好きなのね、ここにもう出してるっちゃ出してんだけどこれ,これの話をしていきたいってわけじゃないんだ。この「スカット・マイ」ちょっと隠れちゃって「スカット・マイ・ハート」ね。ねちょっと彼女やっぱり。 うん、思春期の女性ありがちなんだけど体が大きくなった時でもかっこいいダンスしてるんですよでこれはね女の子たちの思春期の女の子たちそしてハローのメンバー全員に言いたいことなんだけどあの男性ファンほとんど別に横気にしてないっすよその子の状況状態ベストであれば全く問題ないだけれども10月からのストレスあったんでしょうねいろんな発言の中で 体重気にしてるというのが聞こえてたから、まあそんなふうなのが僕の「モーニング娘。」時代の小夜の印象ですよ繊細でその代わりダンスを含めたセンターポジションというところに僕はこだわりあったと思うあと後輩指導っていうところもかな彼女は12歳で小6で入り17歳、まあ、高校2年生の学年という言い方しましょうのところでモーニング娘。のキャリアを終えます その中のもう中盤よりう後とというのかな1415歳より後とっていうのはまあちゃん指導してみたりね <laughs> まあちゃんも相当鞘師は心の中で重要なポジションとしてねお多分今もいるでしょうそういうところをんか垣間見れますよだからまあまあ先輩としての鞘師梨穂本当に本人が言うリーダーポジションに立てるような 動きといいうのはやっていたそれはよく覚えていますそ、ね、そんな形それで、まあ、僕もこれ今前回の小田作動画にあの引き続き来てますけど「モーニング娘。14」の時にはニューヨーク公演ですよねニューヨーク公演なんていうのは鞘師里保は油に乗りまくっている時の公演だったと言っても間違いないと思いますまああの時はズッキーがとにかく人気だったんですよこのアメリカ大陸はね 恐ろしい国ですから <laughs> まあ笑い事じゃないねでも小林梨ンもちろん人気全然落ちてるわけじゃないですもうかっこよったら人気があってアメリカ行くとズッキー・ドンみたいな感じですメキシコ行くとカイちゃんっていうねあまああんまりずれないようにしましょう鞘師梨郷に戻しましょうまあそんな形でワン・フ、え、ォーの時に小林梨郷としてはまあ勇としては当然だと思いますけど最後のお姉さんね 重が卒業しますでその後ワンファイブ実はその1年後にね最終本も卒業ということになってしまうわけですけども「ワンファイブの時どうだったかというのが最後一番いい「いーモーニング娘。」時代の使命になるのかなと思います。僕ねこの「ワンファイブになるまでのところですか「ワンフ f i のリリウムっていう舞台だったと思うんですけど。 彼女女優としても輝くスキルっていうのは他でも演劇女子部の中にあったんですがちょっと一つ金字塔を立てたのがそうかなとまあトライアングルも良かったですしねなんか歌というより演劇の方が光るようなで歌というのは歌唱力ということを言ってますポジションがダメということじゃないですどうしてかといったらも曲がもうしっかり小林里帆にアジャストメントするような曲が揃っているんでそうなっていったって考えた方が後から俯瞰で見ると自然な気がしてます まあこういうような形でさやしは最後うーん卒業公演というかカウントダウンコンサートで卒業ということで、ね、これも大変な倍率の中皆さん <laughs> 勝ち取られた方々私もファミリー席で <laughs> 拝見しましたけど、ね、まあさやしらしい卒コにはなっていた気がしますけどもモーニングファンから見たら少し物足りないそんな形。 でも最初の選んだ道、今後応援していこうってなったようなのが2015年いっぱいだった、そんな印象でございました。さあ、じゃあここまでが一つ目でした。ねえ、長いよね。ただ、二つ目、三つ目は割とテンポよくまとめられるので、引き続きお,お届けしていきたいと思っております。二つ目、2016年から18年アップフロント契約終了までというところいきましょう、えーと。ここというのは 実はいくつかの憶測仮説というところとリアリティのあるところというのが入ってきます。佐伯漁はどうしたかったかというところアメリカにわたって語学勉強ダンスの勉強ということになっていると思います。まあ多分そうしていたでしょう。ね先ほど解説されましたインスタグラムではね英語もしっかり書いていてほぼほぼ日本語と同じ意味ね言えてますしまああれぐらい誰でも書けるって言うかもしれないけどああいうスタートがね 毎日の積み重ねになるわけですから、まあ、そのスタートを切っていて、まあ、本人もできることをやっていたそんな感じだったと思いますでダンスに関しては見ていくのはその後ずいぶんキンキンなので次のセクションでお話し,しますで僕が当時思っていたのはハロプロをやめて次のダンスのところそのステージに行って海外っていうんだったら僕はブロードウェイかオフオフブロードウェイ行くしかないと思ってるタイプなんですね理由は2つです 1>, 1つはオフブロードウェイオフフブロードウェイであれば彼女と同世代ぐらいの子たちの世界レベル最高基準の空気がえるからです。で2つ目、えー、とビジネスということをもしアップフロントエージェンシー以上のことを日本でやっていこうと思った場合次が鞘師穂ほどのの人間だったら世界規模のマーケットででななけければいけないんですそうなるとオフブロードウェイオフフブロードウェイでエージェントをつけてなんですけど。 エージェントをつけて交渉していくというのを覚えることこれがとても重要になります僕はそれをやっていたかどうかは分かりませんがいくつかの片鱗が見えるところはあったそんな気がしているのが2016年から18年でした第2のセクションはこれで終了ですさあ3つ目ここからが比較的重要な囲碁を図る上での考察のポジションになりますえー、と2019年もう去年ですよね皆さん これは記憶に新しししいででょうヒナフェスでのさやしりほ復活芸がありました僕あれ名古屋で前日どうしても重要な自分の DJ の絡みのイベントがあったもんですから、えっと、戻ってくる時に間に合わない時間だったんですねそれでまあチケットなかったってのもあるけどそれで移動中に携帯で見ながらという感じでしたでし,しっかりやってるはっきり言えるのは W とかも同じ 日に同じ回で復活だったはずなんですよま鞘師リホの熱量街の熱量ですよねと悲鳴ですよねこれはもう会場いなかったので後ほど映像で確認したそんなねちょっと弱いところありますけどそのポジションから言わせていただけますとこれ2010年代という風にしましょう 2010年代のモーニング娘。およそキャリアの中の半分のモーニング娘。の中のもうカリスマですね、鞘師里保というのは。これはもうダンスとか歌じゃないんです。もうその悲鳴と異常な倍率と様々で皆まで言わなくても表現されてるってことだと思います。僕、この鞘師里保を体感去年したときに。 二つこれも思ったんです一つは今言ったようにあこの人格が違うもうモーニング娘。の一時代自分で背負った人のもうもう評価得てんなとこれ一つで二つ目これはねさあどうしようかなもうでも言いますよそれほど変わってねえなと思いましたこれはダンスとか まあ、体系体格もそうです二、ね、年丸2年もし勉強していて三年なのか丸3年勉強していておーすげえなみたいなみたいな,たいなそういうことじゃないですよ。うん、おーさやし相変わらずやってんな」っていう感じ内容自体。でもこれがじゃあダメかといったらそうじゃなくていろんな挑戦をしている中で。 ハローのメソッドっていうのをもう一回すぐ再生できるっていうだけのスキルがあるっていう言い方もできますそれぐらいハローの曲とか歌ってちょっと休んだら多分できないっすよでもそれをあ前と変わってねえなって思わせたっていうのは僕はこれは技術だと思ってますスタミナもいろいろね僕はそれは彼女を証明してくれたのはその後のね衝撃でしたけど ベイビーメタルサポートメンバーということだったと思いますね。あ、そこどうだったかって紐解きをこれ、このコーナーでやりたいと思っています。えっ、ー、とベイビーメタルというのは、実は前年の2018年の10月。これ、鞘師の契約満了と非常に近い時期です。に、えっ、ー、と 5b とクッキングバイナルっていうレーベル。まあイベントもやってしまう会社ですよね。 こここと一緒に合同でベイビーーメタルレコードっていうのを設立してますこれはアメリカで活動まあアメリカといっても要はワールドツアーですよするためのような会社だと思いますどうしてかといったら先ほどのところとここはリンクする部分になりますエージェント契約というものがなければほぼほぼ全米ツアーだったりヨーロッパツアーというのはビジネスとしてはできないんですね、まあ、これどういうところで僕は知ったかというと このモーニングのニューヨーク公演の時に出会った方がいらっしゃるんですけどいわゆるアメリカのビジネスで、えー、アーティストミュージシャンとしてはもう3本の指に入って現在も活動している方本人から連絡取って許可取ってないから仲いいんだけどあの名前は伏せておきますが興味あったらコメント欄とかツイッターとかでお教えすることは全然余裕ですまあその方とかとお話しし 僕もヨーロッパであったりアメリカであったりでイベント業いわゆる DJ 業みたいなのを少々ビジネス化していくっていうのをどういうふうにしたらっていう相談していたタイミングだったんですね。あのビジネスというのはどの3つ規模があって1つは個人でやる規模それと2つ目は、えー、といわゆる文化人枠的な形で何かしらの領事館だったりとかさまざまなうん期間を得てお金をもらうやり方。 あと3つ目は今言ったエージェント契約ですで僕は前者の2つは比較的経験があるので3つ目のエージェント契約に興味を持っていたんですね。でそこをいろいろお話し聞いていたということでございます。なのでこのエージェント契約が重要だということは日本の芸能界とか日本の音楽シーンを知っている人はあまり分かってないんだけど世界一個出たらこれないと何にもなんないです。ななのでより優秀なマネーージャー マネーージャーっていいうううのは日本で言うよなうな使いっぱしり的な印象これちょっと語弊あったら申し訳ないそういうことじゃなくてアシスタント的なのじゃなくて要はメジャーリーグで言ったら簡単だと思うんですよ必ず代理人このいわゆる交渉上手な人っていうのは入るわけですよねでそこがなければいわゆるメジャーもないしワールドツアーもないわけです非常に重要なポジションこれがエージェントだというふうに覚えていただければ幸いです でここ話戻しましょうベイビーメタルはこの準備を2018年の時にしていたわけですそうなりますとどういうことかというと鞘師里帆がもしダンス歌の素養それなりにワールドクラスのところを準備していた場合一人の力ではうーんとね多分たどり着けないんです理由簡単2つ、えっと、人脈がなくてお金がないだろうから 手付金みたいなもので手付金そんなにいらないんだけどねだけどそれは知名度名声がないから名声とお金一緒なんでその部分というところで動きにくいはずですまあこういうことですよ3のセクション結構重要でございましたえー、と全てこの流れの中でベイビーメタル参加までがあったというところでございますじゃあそしてこの現在に向かい未来というところに行きましょうか 四つ目のセクションに入りたいと思っておりますで、ベイビーメタル今サポートメンバーというような形だと思いますが先ほど申し上げましたエージェントがついている中で人脈を広げられるというポジションを取っておりますこれねえっ、ー、と 5B はそれほど最新の活動とかよりベイビーメタル直系だと思うんですけどクッキングファイナルはね僕も好きなイギリスのミュージシャンでオーシャンカラーシーンとかも相続してるんですねあのスティーブ・クラドックなんていうのは オールウェラーの、ね、バンドのギターを弾いたりとかして、まあ、キーボードも弾いたりするんですけどすげえハイセンス、うん、大好きなんですけどそういうような、えー、とチームと一緒にワールドツアーができるということですよねこれはもうす素晴らしい権利を得てますなので僕は鞘師里帆はどういうふうに小林里帆側の立場だったら考えるかというと彼女がダンスでやりたいのか。 歌でやりたいのかアーティスト的なことで自分の世界観を表現したいのか全くわかりません僕はですけれども着々とワールドツアーができる世界契約が取れるポジションというのに対しての準備は出来上がっているそれが2020年の今だと思いますそしてインスタグラム開設ここにつながります、えー、本日5月1日に彼女はインスタグラムを開設しておりますそして 彼女がこれを選んだということはコロナウイルスの影響そしてエンターテインメントというのは縮小、ね、せざるを得ないから縮小ですけどもそういう中で見切り発車だったような僕はイメージですもう少し先の段階で活動と同期するものがあったかもしれないだけれどもこの見切り発車はジャストタイミングここで何を発信していくかね単純にみんなと一緒に美味しい食べ物とか街の風景だったら と思うけど <laughs> ここで、ね、踊ってみたレベルでもいいですし人となり今住んでいる景色とかで我々の憶測を膨らませられるような今後の活動にということになります。クリエイティブな方向ですっていうような窓口で選んだんだとしたらもうベストチョイスだと思いますね。まあ、僕は YouTube やってるから YouTube やってほしいなんてのもあるけど。 もやもや悩んでたインスタグラムどう活用しようとかももう最近かなり自分もやっていこうって気持ちにより拍車かけてくれてます。さやしりほ未来的にどんな女の子になるか僕は今まで見たことのないモーニング娘。の過去近々10年の歴史を十分背負える最初に扉開いたっていう女になれるような歴史をを背負って扉を開くとということですそのリーダーシップ取れる女の子だと思って期待してみます。 ですからインスタも彼女の今後も我々のチェックできるところは怠らずチェックしねどういうふうに飛び出すか僕は世界でどっかでライブをやるとなったらかくならず駆けつけると思いますのでそのシーンをまた皆さんと一緒にお届けしながらレポートしながらやっていきたいなってそんなことを思った5月1日でございましたまあ記念するべき日そして、えー、誕生日の月ですからね また誕生日の月のそのジャストの時に、ジャストの日28日に、最初リフォ特集というところ元もともとあげようと思ってたのものがありますので、えー、お話したいと思ってますので、お付き合いください。国のチャンネルの,方の登録も一緒にやってくれたら最高でございます。では、モーニング娘。休、えー、期エース。最初にリフの特徴、そして現在、未来こうだったかみたいなお話でございました。またお会いしましょう。